辰波和義は大阪府設市出身の元プロ野球選手、コーチ日本プロ野球迷宮会理事。愛称は、辰血液型 A 型。1987年に PL 学園高校野球部の首相として、甲子園で春夏連覇を達成し、同年のドラフト会議で中日ドラゴンズから一位指名を受け入団。プロ1年目に、 新人王及びゴールデングラブ賞を獲得し、その後もプロ22年目の2009年限りで、現役を引退するまで、中日の中心選手として活躍。NPB 史上最多となる通算487に、ルイラや、通算2480アンダを記録した。西沢道夫や高木森道と共に、ミスタードラゴンズと呼ばれる。 現役引退後の2019年に競技者表彰で野球殿堂入り。2020年時点では日本テレビ、中京テレビ富士テレビ、東海テレビ CBC テレビ CBC ラジオにて野球解説者として活動している。1969年8月19日に大阪府再生会水田病院で次男として生まれ、同府摂津市取り替えで育った。本来は右打ちだが、 幼い頃に父親によって、左打ちに強制された。幼少期は、大貞春に憧れていた。摂津市立鳥海小学校及び、摂津市立第五中学校出身で、小学校二年生の時に両親が離婚。辰波はこれ以降、母親の下で二歳年上の兄と共に育てられていた。小学校四年生の時に、兄から誘われ、兄が加入していた。 公式少年野球チームの茨城なにわボーイズに加入し、野球に打ち込んだ。小学校6年生の際、作文には将来の夢について野球選手と書いていたが、この頃から野球選手になってお金を稼ぎ、母親に楽をさせるという目標を思い描いていた。なお6年生の春までは投手だったが、肘を痛めて野手に転校し、同期の橋本清が変わって、 AS となった。母は自宅で化粧品店を営んでおり、閉店後もしばしば配達に出かけるなど忙しい毎日を送っていたため、息子、和義の野球をほとんど見に行くことができず、甲子園の決勝戦しか見に行くことができなかった。2010年1月6日、名古屋ドームで立浪選手に感謝する会が開催された。2月27日にロッテとのオープン戦で、 引退記念試合を行った。中日の選手で、オープン戦で引退試合が行われるのは2002年の今中新二以来であり、立浪の次は2014年の山崎武司であった。1月26日、同じく前年限りで現役引退した赤星のり清水高行とともに日本テレビのプロ、野球中継解説者となることが発表されたは、 名古屋ドームの中日主催試合の放映権がない。日テレ制作の巨人戦でも中日に絡まない、数試合にも出演する。ゲスト解説者として、CBC テレビ、CBC ラジオ、富士テレビ、東海テレビ、テレビ愛知の中継にも不定期出演する。また、片岡敦志の公認として、北海道文化放送のスポーツワイド F の炎のレギュラー解説者にも、起用された。 2011年4月より野村広樹と共に富士テレビスポルトのレギュラー野球解説者を務めている。野村とペアで出演することも年に数回ある。2012年4月28日には東海テレビのプロ野球ローカル中継では野村と初めてペアで野球中継の解説を務めた。2012年10月10日に 野球日本代表の打撃コーチに就任したことが発表された。11月13日に背番号が81となったことが発表された。2013年のオフには高木森道の監督退任に伴い中日の時期、監督候補の一人として名前が上がったが、監督就任は実現せず、結局、谷繁元信が選手兼任監督に就任した。 なお一部によると、テレビ解説などで名古屋ドームを訪れた時には、中日の若手選手に熱心にアドバイスを送る姿も見られ、チーム内外から辰呂監督対暴論が囁かれてきた。なお、辰呂自身は著書にて、いずれはもう一度中日ドラゴンズのユニフォームを着て、指導者としてグラウンドに立ちたい。そのために、これからはいろいろ考えて努力していきたいと思う。 私は果たして、星野監督のように、いざ試合が始まったら、別人になれるだろうかと知るし、将来的に中日で監督を務めることに意欲を示している。2019年に野球殿堂入り。2020年11月には、中日球団からの依頼を受け、翌2021年の春季キャンプで臨時コーチを務めることが決まった。入団から早期に、レギュラーとして定着し、 入団3年目の1990年から2005年まで16年連続規定打席到達を記録。代打での出場が多くなった2007年以降でも、代打の準備にネクストバッターズサークルに現れただけで大歓声を受けた。打席に向かう時の歓声は、代打、立浪のコールが聞こえなくなることもあるほどだった。通算本塁打は171本。これは、 日本プロ野球界の通算安打数ベスト10に入る選手の中では最小であるとともにその中で200本塁打に到達していないのは立浪のみである。またシーズン20本塁打を達成したこともない。このように決して長距離打者とは言えないがプロ1年目から最終年まで本塁打のなかったシーズンは一度もない。前述の通り日本プロ野球記録である二塁打の 日本記録487を持ち、プロ初安打もプロ最終安打も二塁打であることから、ミスター二塁打の異名もあり、立浪本人も、ツーベースに縁があったと振り返っている。ただ、迷宮会会員の中で、清原和弘、前田智則、駒田徳弘、宮本真也、谷重元信同様、通るようを含む打撃タイトルを取っておらず、年間最多二塁打もない。 プロ入り以降遊撃手二塁手、左翼手二塁手三塁手、左翼手三塁手とメインの守備位置を変えつつあるなどユーティリティプレイヤーでもあった。現役晩年は代打に役割が変わっても与えられたその役割を全うした。ルーキー当時の応援歌には光源氏のガラスの10台が使用されていた。自分が選手会長の時に派閥はなくしたと自由な空気の中で ドラゴンズ全体の底上げを図った立役者でもある。元チームメイトの山本正は、達浪について野球の知識、統率力には感服する、卒がないと評した。かつて同僚だったタイロン・ウッズと青年月日が同じであり、共に誕生日を祝うことがあった。当時小学生だった福留孝介が高校時代の達浪に憧れ、小学生時代の福留が、 中日のキャンプを訪れた時にサインをしたことは有名。後に、福留が中日入りした際、かつてた津波の応援歌であった曲が応援歌に採用されている。1990年当時にルーキーであった阪神タイガース新庄強志外野手は、立津波の守備から刺激を受け、志願して遊撃手へ転向している。PL 学園の同期で春夏甲子園連覇時の正捕手だった。 伊藤刑事の意志を継ぎ、PL 学園最強世代あるキャッチャーの人生を追って、の図書館寄贈プロジェクトを開始した。中部盲導研協会の協力を得て、愛知県教育委員会への寄贈をはじめ、全国の教育委員会に約1000冊寄贈する予定だという。著書の購入資金150万円を、翌2016年9月末まで公募する。東日本大震災の被災者支援のためには、 シャワーコンテナを寄贈している。国連の友アジアパシフィックと株式会社アスリートジャパンが協力して国際連合のプログラム発展と平和のためのスポーツを支援する取り組みピースプログラムで社会貢献世界各国の平和活動に賛同し活動している。下戸であり酒が飲めない。自らの著書にも40歳まで現役でプレーできたのは お酒を飲まなかったからだと思っていると記されている。テレビ番組現在の出演番組過去の出演番組ラジオ番組現在の出演番組 CM テレビドラマありがとうございます。